アニメガールズ&パンツァーの中で引用されている映画八甲田山を紹介。ということで今回取り上げる作品は映画八甲田山です。1902年の日露戦争前、ロシアとの開戦に備えて行われた艦地訓練で起きた遭難事件を描いた映画八甲田山。雪山での壮絶な状況を描いた物語ですけれども、その八甲田山がアニメガールズ&パンツァーの9話の元ネタになっていました。ここではガルパンで描かれているシーンを元にしながら映画八甲田山を見ていきたいと思います。映画八甲田山は1977年に公開された作品で、先ほど言ったように艦地訓練で起きた遭難事件を描いていて、実際に起こった出来事を元にした作品です。一方アニメガールズ&パンツァーはこちらの動画チャンネルでは今まで何回か紹介していますけれども、2012年から2013年にわたって放送された作品で、全12話からなる戦車アニメになります。でこのガルパンの中にはいろんな映画の元ネタが詰まっているんですけれども、今回紹介している八甲田山が元になっていたのは第9話の絶体絶命ですになります。でそのガルパンの中で今回取り上げている八甲田山のどんなネタがあったかというのを見ていきたいんですけれども、まず最初のネタは軍歌雪の進軍です。ガルパンの中ではロシア製の戦車に乗るプラード高校に完全に包囲されてしまった大洗女子学園は、なんとかこの状況を突破するために外に偵察を出します。その時雪の中を歩きながら大洗女子学園の生徒2人が歌っていたのが軍歌雪の進軍でした。でこの歌は映画八甲田山の中で何度も歌われています。艦地訓練のために弘前31連隊と青森5連隊は八甲田山に向かうわけですけれども、まず最初に出発したのが弘前31連隊で、彼らは雪の進軍を歌いながら八甲田山目指して進んでいました。でその数日後に青森5連隊も同じように出発するんですけれども、この時彼らもこの雪の進軍を歌いながら、颯爽と出発していきます。ただこの青森5連隊の勢いは、その後すぐに失われてしまい、この雪の進軍を歌いながら歩いているような同じような足取りを二度と見ることはできませんでした。歌のタイトルが雪の進軍というだけあって、映画の中では雪の中を闊歩するときに歌われています。でさらにこの出発時だけではなく最後のシーンでも使用されていて、八甲田山を無事に踏破した弘前31連隊が、弘前に着いた後、彼らはこの歌を歌いながら雪の中を進んで、自分たちの家に戻っていきました。でその場面に映る隊員たちの顔は雪明けで真っ黒になっていて、八甲田山の過酷な状況が刻まれています。さらにその歌声は出発時とは違ういろんな経験をした重みのある声になっていました。続いてのネタは天は我々を見放したという言葉です。ガルパン9話では雪が降り続く中、空腹と寒さに耐えながらタイムリミットが来るまで大洗女子学園の戦車道チームのメンバーは、待ち続けています。その時雪が降る外を見ながら歴女チームのメンバーが口にしたのは、やはりこれは八甲だ、天は我々を見放した、隊長あの木に見覚えがありますというセリフで、このセリフも映画八甲田山が元ネタになっています。雪を見ながらやはりこれは八甲だというセリフは映画八甲田山で描かれる、雪の厳しさとどうにもならない状況を指しています。天は我々を見放したというのは映画八甲田山の中で最も有名なセリフです。八甲田山で遭難してしまった青森5連隊を率いる神田隊員は、必死で雪の中を進み続けるんですけれども、吹雪は収まらず天気が回復することはありませんでした。それでも視界が悪い中進み続けましたが、隊員たちの数はどんどん減っていくばかりです。そんな状況の中で神田隊員が口にしたのがこの天は我々を見放したという言葉でした。なのでこのセリフももうどうにもならない状況というのを意味しています。で最後の隊長あの木に見覚えありますというセリフは、映画八甲田山の中である意味分岐点ともなるシーンで使われていたセリフです。神田隊は先頭に立って進んでいたんですけれども、別の特務総長が雪山の中に生えていた一本の木を知っているといったことで、その特務総長が先頭に立って青森5連隊を率いることになりました。でその方向は、神田隊が目指していた方角とは違っていたんですけれども、神田隊は逆らうことができませんでした。結局その特務総長が道に迷ってしまったせいで彼らは目的地に到着できず
ますます雪の中で遭難してしまいました。まあ、このセリフ自体はそのガルパンのアニメのそのシーンには全く関連がある言葉ではないんですけれども、八甲田さんつながりのセリフだと思います。で、最後に紹介するネタは、まあ、極限の中の寒さの状況です。ガルパンの9話では大洗女子学園の戦車道チームは、まあ、先ほど言ったようにタイムリミットが来るのを待っていたんですけれども、寒さによってチームの士気はどんどん下がっていきました。で、そんな時なんとかみんなを元気づけるために西住隊長はみんなの前で突然アンコウ踊りを踊り出します。で、みんなは突然の出来事で驚いていて、この時歴女チームの一人が八甲田かと口にしているんですけれども、この言葉は映画八甲田山の中に出てきた寒さのあまりおかしくなってしまった隊員のことを指しています。映画八甲田山では極限の寒さが続き、次第に幻覚を見る隊員たちの姿が描かれています。中でも有名なのが、一人の隊員が突然笑い出し、極寒の中で服を脱いでいくというシーンです。それは雪山の壮絶な過酷さを表現していて、極限状態に達してしまった人間の姿そのものを描いた強烈な場面でした。まあ、なので先ほどのガルパンで使用されていた八甲田かというセリフは、まあ、これらのシーンから引用されていて、極限状態で西住隊長がおかしくなってしまったのかという意味で使われていました。ということで、今回はアニメガールズ&パンツァーの中で引用されている映画八甲田さんのネタを紹介しました。まあ、冬の厳しさとその状況下での弘前31連隊と青森5連隊での決定的な違いを描いた物語が今回紹介した映画八甲田さんです。で、この作品は名優と呼ばれる俳優さんたちがたくさん登場していることでも注目された作品ですけれども、まあ、それ以外にも有名なセリフや印象的なシーンがたくさんある映画でもあります。まあ、そんな映画八甲田さんの中で見た人の記憶に残る場面がアニメガルパンの9話の中でたくさん使われていました。まあ、なのでガルパン好きの人、あと9話の中に散りばめられた小ネタを知りたいという方は、ぜひ映画八甲田さんを見ることをお勧めします。ということで、今回はアニメガールズ&パンツァーと映画八甲田さんについてのお話でした。